わっすー、アスナさんの隣にいるユダッスー。今回はね、ちょいとたくさんメッセージやら問い合わせやらすごい来てた内容があるんで、まあ、軽く爆弾をねドカンとね落としたろうかなと思うんですが、思ってるだけかもしんない、わかんないだけど、ちょっとねいろいろと皆さんから来てる、多くのね人から来てる問い合わせとか、なんでこんな感じになってんだっていう話があるんで、マフィアシティの話なんですけどね、はい、その辺をね僕なりにちょっと解説的な感じでいこうかなと思いますよ。でね、僕なりにって言ったんだけど、僕いろんな人にね聞いたりもしてるんで、この内容ね、問い合わせが来た内容に対していろんな他の人に聞いてる感じもあるんで、それを含めてね、全部だいたい憶測とか予想とかも含めながら説明していこうかなと思いますよ。はい、そうですね。でね、それは今現在動画いつ見てるかわかんないですけど、見てるタイミングいつでもいいんですよ。いつでも大丈夫、これいつ見ても大丈夫な動画になってるんで、ちょっとねぜひ最後まで見てくださいよ。疑問がね解消される可能性が高いですね、すんごい高い。でイベントって各種イベントをたくさんマフィアシティでやってるんだけど、その中でね、例えばですよ、一つのイベントを紹介するんですが、まあ、この中で今ね、今だったら世界戦やってるんですよ。世界戦で1位の方がこちらの方で、クローバー嫁さんで、ハートのとこがね一応これは応援してるギフトの83万ってすごいっすね。はい、この方が1位なんですよ。ライブ配信とかでも紹介してた方なんですが、この人応援しましょうみたいな感じでね、1位っすね、ぶっちぎりのこれ83万で、トータルが83万なんですけど、個人守護ランキングってあるじゃないですか。まずこれ順位と個人守護ランキングの貢献人気値値あるじゃないですか、これね。でこれにちょっと注目してほしいですね。さらに言うならば、参加者ナンバーありますよね。でクローバー嫁さんだったら562、だいたいこの辺をね注目してほしいですね。でね、これいつ見ても大丈夫な動画って言ったんですけど、類似のイベントや、まあ、これから同じイベントがあったりするんで、まあ、その辺をね特に注目してほしいところだと思うんですが、まあ、こういうふうに今言った中での個人守護ランキングってあるじゃないですか。おお、すごいですね。これはねギフトをあげてる人がね、ギフトをたくさんあげればたくさんあげるほど上の方に表示されるんですよ。1位2位3位4位5位6位ってね、ずっと上から順番にあるんですけど、貢献人気値これね1万超えてますね。1番の人は1万超えてますね。1万1835じゃないですか。2位の人がね7360、3位の人が6460で、結構ありますね。すごいですよ。でこれね、これ課金してゴールドで課金しても一応買えるようにはなってるんですが、僕もね買ったんですよ、ちょっと。はい、買ってみたんですよ。ギフト獲得ってところがあって、右下にギフト座ってあるんだけど、その中でね、まあ、試しに僕も買ってみたわけなんですよ。こんな感じでね、意外とねゴールドで課金すると高いっすよ。意外と高い。だから自分でゴールドで課金しまくってる人だったらめちゃくちゃ課金してんじゃないかなと思いますね。はい、こういう風にいろいろと詳細があるわけなんだけど、すんげー高いゴールド、一瞬で多分なくなりますね。僕あんまゴールド持ってる方じゃないんで、一瞬でなくなっちゃいますね。これ全部買えないですよね。なので持ってる所持ゴールドでも全部買えないぐらいなんですけど、だけどすごい貢献してますねっていうことですね。ゴールドだけじゃなくて課金の方でもね、一応これは買える、ギフトを買えるっていう風になってるんだけど、すげー課金してるわ、びっくり、これびっくりっすね。はい、こんな感じであるわけなんですよね。僕の知ってる人もこの中に名前があったりもするんですが、まあ、そういう感じでね見ていこうかと思うんですよ。はい、で2位の方がこちらなんですが、ナンバーがね、参加者ナンバーが15、はい、ありますね、真ん中の方に書いてあるんですよ。で今2位なんですよ。41万ポイントで2位ですね。で参加者ナンバーが15、そして個人守護ランキングの方を見ると貢献人気値ってあるじゃないですか。まあ1位の人がね1万超えてますね。1万1665、やっぱりこれね世界戦で上位の方に行くならば、だいたいこのぐらいのね数値になるんかなっていう感じですね。はい、そんな感じですね。全部皆さんね今のところ1万超えてるじゃないですか。はい、こんな感じで応援してる人がいるんですよ。あ、すごいっすね、2位なんてね世界でね。
はい、そして3位の人はいるんですが、はい、見てみましょうか。はい、こんな感じですね。今3位なんだけど31万ポイントで3位ですね。でね、参加者ナンバーが1位になってるんですよ。はい、1位、と思う人おるじゃないですか。参加者ナンバー1で、前回もこの人なんかね、参加者ナンバー1だったらしいんですよ。なんでみたいなね。おかしくないみたいなね。で、多分これ参加者ナンバーとか番号順で最初出てくるんで、一番最初の時にね出てくるから、そうすると都市の選抜でも寄付受けやすいんですよね。すんごいギフトが送られてきやすいんですよ、何もしてなくてもね。有名でも有名じゃなくても、何もしなくても参加者ナンバー1になってるんですよね。で、前回も1になってたらしくて、その前もなのかな、なんかおかしくねえかみたいな感じでね、いろんな人が言ってるらしいですけど、僕もその話を聞いたらどうなんだろうねっていうことになって、そしてじゃあそんだけね人気あるんだったら、この、ね、世界戦で3位だったら、人気あるんだったら、そうするとね、よっぽど貢献されてるんかな、貢献人気度どうなんだろうと思って見てみると、あら、これ1万どころか1000もないじゃないですか、1位の人がね。これはい、これ累計なんで、今までの全部のトータルの累計ですよ。はい、全部ね、都市の選抜、世界戦、今世界戦なんで、その両方ですね、都市選抜と世界戦の累計の全ての合計の貢献されてる数が1位の人が865しかない。はい、なんだこりゃみたいなね感じで思ってる人が多いらしいんですよ。そしてこれね、ファームっていろいろとね、組織のファームのところが書いてあると思うんだけど、そんなにめちゃくちゃ世界で本当に人気ならばですよ、これファームっていう名前じゃなくて、いろんな推しの人がいたりするんじゃないとね、いう人が大勢いるんですよね。なんか疑問に思ってる人とか、そうすると必然的にこれね、順位が上の方に来るとですよ、左の上から肩がね1位で、右の上が肩が2、左の下の肩がね3位っていう順番でね、右下が4位って感じになってるんだけども、そうするとページを開くとね、これギフトを送る前に、ギフトで応援とかね、イベントに入るときに必然的に出てくるんですよ。そうするとこうやってね、ギフトを4位の人見ますね、送るように必然的にページになったり、いろいろと押せたりねするんですよ、こうやって。まあ、僕はこれ押しちゃったんで、もう押せませんけど、押せるようになってるんですよね、もう。はい、これ押しやすくなってる。で、この4位の方の人は、まあ、詳細確認見てみましょうか。最初にね、1万超えてますね、1位の人。やっぱね、このぐらいのね、世界行く人って、ランキング上位の人って、このぐらいの数字が普通なんじゃないのかな、みたいなね。で、このぐらいないって、さらに1000もない。はい、人気値が1000もない。1000以下。はい、累計で、すべての累計で1000以下。なので、あれ相当人気ないんじゃないのみたいな感じの人が多くいるらしいですね。僕もね、それ見て、あ、どうなんだろうと思っちゃうんですけど、1000もないんでね、はい、1000もないじゃないですか、一番推しの人がね。あれびっくりしますよね。で、この人だったら、今ね、全部の合計で、世界の選抜の時はね、21万ポイントぐらいありますよね。で、第4位なんですよ。で、ナンバーが5419。まあ、1とかじゃないですよね。2とかでもないよね、参加者ナンバーがね。5でもないし、あれ何なんだみたいなね。あれおかしくねえかみたいな感じの人が多いんですよね。なので、これ話を聞いて、皆さんがどう思うか分かんないけど、毎回毎回ね、こういう風に、ほんと何でか分かんないけど、たまたまなのかインチキなのかどうか分かんないけど、なってるとおかしくねえかみたいな感じで思っちゃう人が、出てくるのは不思議じゃないかなと思うんですよ。で、それもって、僕はね、応援してる方2人いるんですけど、左の方がこんな感じなんですよ。で、この方が一応ね、今現在152位なんですが、152位の中でも、今、この詳細を見ると、やっぱね、自分で入れてるポイントもあるんですが、5767とか、あとは2位の方が1911、3位の方も1000超えてますもんね。こんな数値の推しの人がいたりするんですよ。152位でもね。はい、なので、さっき、ちょっとおかしいかなってね、思ってた人は、3位のくせに、推しの人が1000ポイントもない。累計トータルすべてのポイント合わせて合算しても1000以下なんすよ。あれおかしくないみたいなね。じゃあ相当人気ないんだね。ないんじゃねえのっていう風に思われても、あれは仕方ないかなと思うんですよね。はい。
なぜならばいろんな人がこのページを開いて、例えばね最初のページを開いて、で一番最初に出てくるから、別に応援したいとか応援したくないとか関係なしに、ただ単に最初にページに出てくるからそこからギフト送ってだけだよみたいなね。だけどこういう風にナンバーをね1番とか取ってる人、毎回1番取ってるらしいんだけど、こうやってエントリーナンバーですよ、エントリーナンバーを1番取ってる人ってせこいなーって思ってる人が多いらしいですね。で僕もその話聞くと、いやどうなんだろう、それがマジだったらめちゃくちゃせこいやつだなみたいなね。そんだけしか、そんだけことしかやらないと勝てんのかってね思っちゃうよね。だけどね、これがマジだったらマジでせこいやつだなって思いますね。でその話の話題結構多いんですよ。それで、いやせこいやつ、マジでせこいやつ、いろいろとこの話の続きも言いたいんだけど、すんげえ言いたいんだけど、このせこいやつに対してなんか動画送ってる人はせこい友達かみたいなね言われてるみたいですが、まあ僕はねそこまでは言わないですけど、なんかせこいやつに送ってるせこいやつグループの一員かみたいなね感じで、まあ裏では言われちゃってるわけなんですが、いろいろと人からもらった動画をねそのまんま音楽つけて配信してるんだわっていう話をね、僕ライブ配信の時で言ってたんですけど、なんかねいるんすよそういうちょっとねくだらんよあのことばっかやってるやつはね、はい、そういうことはあんまり真似しない方がいいと思います。そんなことしかできないやつがおるんだって。だから本当にポンコツみたいなやつはねほっとけばいいと思いますよ。すごい皆さんが言ってることとか思ってることとかも僕はわかるんで、今ねいろんな人から聞いた内容とか話を言ったわけなんですけど、だけどまあそういうやつはね相手にしない方がいいと思いますね。見てわかるじゃないですか、全然人気ないなみたいなね、推しもいないし人気もないやつなんだな、ただ必然的に機械的な感じで投票されてるんだなっていうのがはっきり分かったと思うんで、まあ、人気ないと思いますよ全然ああいうのはね。なので皆さんこれからそういうね僕にいろいろと情報をくれるのもありがたいんですけど、そういう思いは、まあ、僕も分かっているんでっていうことでね、同じような考えしてるんで、あ全然ねいいと思いますよ本当に。はい、これからもねせこやろポンコツやろみたいなやつをね本当あんまり考えすぎたら疲れちゃうんで忘れた方がいいと思いますよ。はい、あとね他に情報たくさんあるんだったらこれからも情報提供待ってます。ご視聴ありがとうございました。